イベント決定。2月の21日、場所が、前回と一緒、あのめちゃくちゃ綺麗なセレネさん。セレネさん、山本さん作曲して、作詞していただいた、はい、新曲のね、ライブもありますし、おい、もう結構いろんな歌も歌いますので、お、写真撮影、交流、私物のプレゼントといろいろ用意していますので、概要欄からチェックの方をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ターボーか、ターボー決定戦。なんでやねん、ターボーやん。何の訂正だったターボーアメリカのハンバーガーっていい。アメリカのハンバーガーやめろお前。ちょっとマックがいいな俺で、はい、じゃあ前回ね、正義さん一番誰がわかるかというのをやりましたけど、まだ分かってなかったね。いや、タボスクしてあげたんだけど、ここがやねん。今回、ターボーさん、まあ、ターボーマジでつまんねえから。うん、なんでやろうかってなったっていうと、まあ結構真面目な話になりますと、はいはいはい、ST のね、隠れブレインとして編集長として動画全般ターボーさんが仕切って素晴らしいよ。まあそういうこともあってで、はい、実はなんか頭の中もなんかもうすごいことになってきてんじゃないか。あら、どうなの、トレインとしてね。そう、編集以外何もできないんですけど。ポンコツで、今回はね、私がまた MC を務めさせていただきます。はい、早速やってっちゃいます。はいはい、第1問、ターボーさんの好きな食べ物は。こんなん普通にいいの。いや、俺ね、結構ターボーに興味津々なとこあるじゃん。興味津々な。もう高校生、中学生ぐらいからもう結構興味津々。興味津々。じゃあみんな、回答大丈夫かな。はい、じゃあのりさんから。俺本当にもう、これ完璧ですよ。はい、ダン、寿司。はい、寿司。はい、寿司。これ歴出るよ、これマジ。ああ、違います。オムライスです。オムライス。いや、これはない。皮と濃いし。逆や、答え、どうぞ。ターボーの好きな食べ物は。お米取ってんねん、お前。なんでこれ。炙りサーモン。じゃあもうやってる。やってるわ。これはやってる。やってる。これくれてるわ。でもむずいな、この大会やっぱり。ないよ。ないよ。じゃあ第2問いきましょう。ターボーの口臭以外のコンプレックスは。はい、わかりました。これはわかった。回答じゃあのりさんから。生きていること自体。ほら正解。正解です。間違ってでも1ポイントもらえると思う。ありがとうございます。目が不審者。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次、あ、もたつきさん。つながり眉毛。あ、違います。あ、当てちゃいます。あ、スキッパ。この後に及んでスキッパを。デッパじゃなくて、あいつスキッパにポリシー持ってる。逆やほんで、また。あ、めちゃくちゃ、知り得た場合なんじゃ。そう、続いてはですね、後ろカービィさん。誰が言うてんねん。回答見ますか、早速。はい、コンプレックス、いや、ないけどね、別に。しゃっくりが一回出ると止まらなくなっちゃう。めっちゃ腹立つわ。森が正解だと思うけどな。上書きしていいっすか。じゃあ3問目いきますよ。しゃあ、ターボーが今年一番幸せだったことは。はいはい、確定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 。今年だからね、ちなみに。まだ全然経ってないの。1月中ってことやね。多分ね、あいつね、ひねくれてるから、うん、ここで多分自分あげようとすんのよ、イベント。なるほど。あ、で、あ、やばかったじゃん。ある、うん、あるある。そろそろ真面目に来るもん、ね、そう、この読みがあるんだ。そうや、これ全部ふざけないから、はい、じゃあ、京平さんお願いします。うん、これ人生生きていったの。富田真治行った。僕も一緒です。大阪で抜いたこと。はい、メデューサ触れてよ。メデューサから聞いたんです。はい、たつきお願いします。俺ね、ノリノでいじりすぎた、ちょっとイベントでハグする回数が増えた。あー、これはね、前回の。なるほど。ターボのファンがめちゃめちゃ増えて、増えてた。答えちゃん、いきましょう。ターボの隣で写真撮りたいですって、あのイベントで言ってくれる人が増えてきた。よっしゃ、すげえ。はい、おぼ、俺ではないかな。キッキッキッ。で、これの答えのことを話しますと、イベントと本当にこれでもやってたの。はい、うわ、恥ずかしいっていう童貞が心が出て。そう、イベントなんだ。こっちは最悪。全部バラしてるから。お前の心情。第4問、ターボーの一番好きなギャグは。ギャグか。ギャグ。あの人ね、東京03好きなんですよ。ちょうどいいやついねえのかよ。です。見つめて。
ちゃうやっとおもろいの出てきた。俺らしかわからない芸人。そう芸人じゃねえ。見てたら怒られるやつ。たつきさんお願いします。多分こっちで盛り上がると思ってる彼は。だからあえての今は特にない。うわ逆に俺のパクリ。でも皆さんいろいろ考えてくれて、はいはい、やっぱいい企画だなと思いますね。僕の回答は。はい、正義さんどうぞ。知らん。一緒やお前や。俺がギャグを知らないからもう無理です。知らん。よし、じゃあ回答見ますか。はい、なん、はい、だろう。顔でかいからや。あーなるほど。あ、そっか、言うてる言うてる。さっき知らんって書いたこんな僕ですけど、はい、ノリにいきなりその顔でかいからやってぶっ込まれて何がやみたいな顔しました。はい、行きましょう。第5問ガイラス。ターボーがよくする癖は。絶対分かった分かった分かった。こうこうするやつ一緒です。プラプラやるね。里崎に聞いた。里崎 WBC のキャッチャー。そうそうそう。じゃあ京平さんお願いします。まあ、よくあるキモい癖ね、これね。はい、上唇は歯で隠す。あーやーてー。あ、これね、画像あります。はい、ドンキモいキツ。里崎さんお願いします。はい、顎ひげを触る。あーやーやーやー見てるね。じゃあ正解見てみますか。自覚案の揺らめだ。はい、どうぞ。これ、よしよしだよな。なんぞこれ、お前すげえ。これ気持ちいい。いや最近確かにめっちゃやってる。でもごめん、風邪流行ってるからマスクしてた。うん、でマスク取ったらその顔になってる。じゃあ俺以外1ポイントじゃん。そうですね、正義さん以外1ポイント。やばいやばいやばい。第6問。はい、ハーボーの生きがいは当たるんじゃないですか。今回これみんな早いね。じゃあノリさんから回答お願いします。はい、まあね、やっぱ趣味がないで、やっと最近このハマったものを見つけた。はい、だからこれです。抜き、ここでこれが来ます。そこついてきたね。あー、これストレートで面白いですね。抜き。はい、じゃあ京平さんお願いします。まあ、ノリと似ちゃってんだけど。なるほど。そうそう、結局素人童貞。そうそう、そういうことです。まだ童貞だって。では、たつきさんお願いします。編集後の微糖コーヒー。それが幸せなら届けてる動画に対して幸せを感じてほしい。最後、正義さんお願いします。これしか分かんない。何でしょう。食事。あ、でも食事好きじゃん。あ、生きがい感じてる。これも結構すごい人に聞いたんですよ。真っ赤。真っ赤。じゃあ回答どうぞ。生きがい、生きがい、その生きてく上で楽しみにするやつってこと。そうですね。生きがいって何？ふざけんなよ。何これ。マジこれ。まあ、ここの部分だけめっちゃ長かったのよ。考え抜いてのこれなんですね。そう、第7問。よっしゃ。ターボーがこの世で一人になったんだって、うん、何をする。あーい、いやもう今二文字出てきてたもんな。あいつイコールもうやばい。自信ある二人は。前の二人は。いや、俺自信ないっす。俺はあります。おー、今回も聞いてる人ガチなんで。あー、じゃあノリさんからお願いします。はい、面白いこと思い浮かばんなすぎて、うん、これですね。編集。じゃあ京平さん。全裸で走り回る。おお、なんか前もあった。この前もそれやった。全員それやると思って。じゃあたつきさんお願いします。はい、考えたくない。あーあー、たつきは人のメンタルやねえ。じゃあ僕、はい、正義さんお願いします。抜きまくり。今回だって西のスペシャリストに聞いてる。誰誰誰。ケンコバさんに。ケンコバ。それは抜きやわ。素晴らしい。じゃあ回答どうぞ。それはさ、え、どこ行っても一人なん。そうそう、もう地球上にお前しかいません。せっかく誰もいないんだったら自由に行きたいから、はい、ヘリの免許取っていろいろいろんなとこ行く。は？免許いらねえし。いらねえか。誰もいなかったら。そう、いらねえ。ヘリねえし。マルタこいつすまねえな。これはちょっとやばいっす。これやばいっす。じゃあこれラスト問題です。おお、何ポイント。2ポイント。ギリギリ俺も優勝できる。勝てるのか一応。2ポイント。ターボーの座右の銘は。ああ、これはもうあれしかないな。はい、です。さあ、ラスト問題当たってるんでしょうか。これマジ当てに行くわ。じゃあノリさんお願いします。はい、もう遊び心。おお、タトゥーの意味。そう、英語の意味が遊び心。じゃあ京平さんお願いします。とりあえず生きてみる。ありがとう。ありがとう。はい、これ強兵王ないわ。はい、じゃあたつきさんお願いします。十人十色。いや、でももうわかんねえもん。切れた僕はノリの逆版ですね。進み続ける。あー、
今回これすごいの入れます。誰ですか？セルに。セル！セル！ちなみに第何形態のセルですか？3です。3形態に進みきました。これ一応確かこっちがこっちに入ってる、3形の意味が進み続ける。おぉ、どっちか当たり、どっちか当たり。まあじゃあ答え見てください、とりあえず。はい、左右の目。コツコツ頑張る。まあ、お疲れ様です。マジでやばい。あー、はい、ごめんなさい。この一歩が踏み出せない自分が許せない。